ゆちゃんです。ゲストです。アムです。カジラです。キッチンのセンタローです。ゲスト2人来てます。チャンネルを今回来ました、ナルトのナルです。ナルトさん、そして、はい、今回から泳いできましたクラゲです。イエーイ。そして今回もチュラちゃんも出てくれてます。はい、お願いします。耳の奥歯の人です。はい、耳の奥歯です。はい、よろしくお願いします。今回はですね、あのフィッシャーさんを丸パクリするということでやらせていただきたいと思います。150万人ぐらいになりたいですね。ジェスチャーゲーム自体はもちろん大人気企画ということで、皆さんもね、何度もやってる人もいるんですけれども、今回はダンシングなので、皆さん聴いてる音楽をジェスチャーで表現してもらって、こう皆さん当てると、当てた人も当てられた人も1ポイント入る、はい、でポイントが多い人が優勝になります。説明だけだとどういうことかちょっと分かりづらいと思うので、はい、ここはですね、レトさんにやってもらうと、とりあえずね、とりあえずレトさんが一番得意な曲といえば香水ですよね。はい、それをちょっとダンスで表現してもらえて、ちょっとネットさんこの真ん中立ってもらっていいですか。汚いよ。はい、おお、いいですね。大先輩のギャグがあります。じゃじゃんじゃんじゃん、夜中にいきなりはいつ歩いてるのってなに、うん、それでも笑うか。じゃあ早速ね、行ってみたいと思います。ちょっとこれやってみますか。これ、せーの、ギリゴー。はい、それではトップバッター、ハムさんから行ってもらいたいと思います。皆さん、これだと思ったら手を挙げながら言ってください。ハムさん、お願いします。はい、もうちょい見たいから言うのやめとくわ。あー、ドキドキしてる。落ちてた。船か、車か、チーズ、
よ。クラゲさんの挑戦です。さあでは早速行ってみましょう。ミュージックスタート。たぶん始まってないやつだった。あ、始まった。あ、マリーゴールド。絶対わかるでしょ。
みんな気づきそうな感じでしたけれども、僕はさっぱり分からなかったです。答えは壊すものだった。あー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 、めちゃめちゃ分かりやすかった。はい、続いてはレイトさんです。かわいい、かわいい、似合う、似合う。それではミュージックスタート。当ててもらうのはもう下手。
どうでした、ゆうちゃん。ね、みんなの見てるのはやっぱり楽しいですね。歌詞の当てるのが楽しい。どこ歌ってんだろうみたいな、やってんだろうみたいな、うん、はい、皆さんどうでした？楽しかった。はい、お子さんはどうしたの？楽しかったです、すごく。はい、今ですね、朝5時半だ。お子さんとゲストのお二人は全くわからないし、自分もできないし、すごいなって思いました。歌詞を覚えてないと難しいから難しかったけど楽しかったです。またやりたい。もう趣味でやりたい。はい、この動画が面白いと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。今日も動画を見てくれてありがとうございます。一緒に楽しく働いてくれるメイドさん、 YouTube を盛り上げてくれる編集さんを募集しています。詳しくは概要欄をチェックしてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではマジカルロリポップでお待ちしてます。